はい、どうも高橋優太です。今回はですね、東日本大震災10年前あったじゃないですか。この日、今の日っていうか、ね、今現時点の時間は2021年3月11日の9時です。はい、震災からおよそ10年経ちます。はい、まあ10年経つということでね、この動画を作ってみました。あとね、亡くなった方のためにもなると思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、およそ約10年前、ね、12時くらいにね、大きい地震あったんですよ。でね、その地震がね、原発を破壊させたり、パンデミックを起こさせたり、経済発展のパンデミックを起こさせたり、福島の、まあ、物価が落ちたりと、いろいろね、災難なね、時だったんですよ。はい。で、あれから10年経っても、原発で出されたまあね、放射線はね、いまだに消えておりません。けど、原発はね、全然悪くないですよ。はい。原発をね、マイナスなイメージばっかり捉えてるとね、福島のね、人たちにも迷惑っていうかね、失礼なんで、はい。なのでね、原発はね、福島県民にとってはまあいいもんだと思ってます。はい、はい、まあ地震が起きる前はね、けど今はね、地震が起きたったらそれでね、やっぱり、なんて言うんだろう、虚しいですよね。はい、まあ、いや、とりあえずね、今回は昔の映像と今の現状況の映像をね、まあ、ネットからっていうか、その画像をねゲットしたんで、どうぞ。見ましたか？あれがね、今のやつですよ。はい、結構復興ね、進んではいるんですけどね、汚染された地域とかにはね、借りない人もまたたくさんいるんで、はい、あとね、死者とかもね、結構いっぱい出たので、はい、行方不明者も今いるみたいなので、はい、なのでみんなもね、防災はね、ちゃんとしよう。
撮ってる今も地震が起きるかもしれない。こうやるふうに、こういうふうにこう撮ったほうがなるかもしれない。のでまあ防災対策はねしましょう。はい、僕の家もねちゃんとね、なんだ、黄色いバッグとかに入れてねしてますね。はい、まあある程度はねまあやっといた方がねいいと思います。はい、ある程度はね、できない人はある程度までみたいな。本当はね全部やってほしいんですけどね。けど僕もね、なんて言うんだろう、全部じゃなくてある程度なんで、はい、まあね、この動画終わったらまあ防災対策とかまあしっかりしますけど、はい、例えば予備用コンセントとか水とか食料とか結構ねそういう感じのねものを持ってきますよ。ライトとかラジオとか、はい、まあこの間も地震起きたじゃないですか、ね、福島の方で、はい、なのでね皆さんもまあくれぐれ地震にはくれぐれも地震には、まあ、用心の注意を払ってください。はい、揺れがね1とかだったらいいんだけど1以上だったらね避難する準備はしといた方がいいです。はい、でやばいなと感じたらすぐ避難してください。やばいなと感じなくてもやばそうになりそうな予感がしてたらすぐしてください。はい、地震によるね被害も少なくするために、はい、まあね、じゃあ10秒間だけ黙祷します。黙祷します。3分になったでしょ。よし、もっ皆さんもね、ちょっと地震のね対策はしっかりしといてっていうか、まあ僕も説得力ないんではっきり言いませんけど、まあしといた方が損はないです。はい、では高橋哲太でした。じゃあねー。諦めるのは簡単さ。でも、東日本に住む人たちは、諦める人たちが諦めるのは似合わない。なので、諦めないでください。はい、どうかこのまあねこのねクソキッズのまあクソガキの僕がね言うのもあれなんですけど、諦めないでください。皆さんにね希望はまだあります。はい、あれから10年経ってもねまあ復興作業は進んでるけどね、帰れない人もいるから、うん、その人たちに向けています。この先いくつも人生のね大変な、いや人生だからね大変なことが起きるかもしれないけど、それに打ち勝ってこそ我ら人間であろうっていうことです。はい、ね、今コロナ禍じゃないですか。はい、なのでまあね
みんなで、まあ、手を取り合って、助け合って、学べるのが、今のコロナ禍じゃないでしょうか。ね、まあ、このコロナ禍というね、こういうね、なんだっけ、そういう、助け合いの場っていうか、まあそういうのを、学ぶ、こともできるわけですよ。いいイメージもあるわけですよ。まあね、人生は平行にですからね。幸せなこともあれば、不幸なこともある。ですから、その幸せと不幸が両立してるんですよ、人生っていうのは。はい。なので、今、復興っていうかね、まあ、苦しんで頑張っておられる方、この先、頑張って生き続けてるわ。必ず道はあります。はい。僕が言うんですから、ね、間違いありません。はい。まあ、クソガキの言うことなんてね。クソガキの言うことですけど。はい。けど、諦めないでください。まだね。ね、生きて欲しいんですよ。はい。やっぱり。ね、死ぬなんてこともね、軽々しく言っちゃダメだ。うん。こんなね、絶望の底、どん底の底にいてでもですね、いつかは、ね、差し伸べてくれる、ね、幸せというものがね、差し伸べてくれる、まあ、大切なものがありますから、それをゲットするまでは、なんとか一生懸命振り絞って、頑張ってください。はい。僕も応援してます。まあ、募金とかね、普通に、お店で、お釣りもらうじゃないですか。そのお金、まあ、少しなんですけど、ね、毎日ね、毎日っていうかね、まあ、レジの隣に、貯金っていうか、募金の箱があれば、まあ、いつも募金します。はい。なので、頑張ってください。はい。本当に。いろいろな理由で帰れない方もおらっしゃるだろうと思いますけど、はい。まあ、なんとか、そこをね、乗り越えてもらって、ね、幸せの人生という、そう、人生の中のね、幸せをね、ゲットしていただきたいなと、心から思います。はい。なので頑張ってください。高橋、映像でした。じゃあね。